ねえ、千秋。何ですか？実際問題、あんたはサナエのことどう思ってるの？学校の課題を終わらせている俺を横目に、俺のベッドで寝転がっている霊夢さんがそう問いかけてきたので、俺は課題を解く手を止め、少し考える。どう？どうか。俺はどう思ってるんだろう。嫌いなら、あの時、告白された時にきっぱり断ってるだろうし。かといって好きかと言われると、人としては好きだけど、異性としてはどうなんだろう。黙ってないで答えなさいよ。人として好き。かな？そういうことを聞いてるんじゃないわよ。恋愛対象なのか聞いてるのよ。わかってますよ、そんなこと。ただ、俺にもいまいちわからないんですよ。俺が誰のことを恋愛対象として見てるのか。ふーん。いや、ふーん、じゃなくて。俺は結構真剣に悩んでるんだけど、期間限定とはいえ、俺と霊夢さんがこうして付き合ってたりしても、自分が本当に霊夢さんのことを恋愛的に好きなのかわからないんですよね。うまく説明できないんですけど。うまく説明できないなら話さなくていいわ。それはそれでひどくない？ひどくないわよ。だって私が聞いたのは千秋がサナエのことをどう思ってるかで、千秋が自分が誰に恋愛感情を抱いてるかじゃないから。ああ、確かに。それじゃあまあ、私はそろそろ自分の部屋に戻ることにするわ。わかりました。おやすみなさいです。おやすみ。霊夢さんはそう言い、俺の部屋から出て行ったので、俺は課題の続きを始めるのであった。長月くん。長月くん、次移動教室ですよ。はい。大丈夫ですか？またぼーっとしてましたけど。まあ、大丈夫ですよ。ちょっと考え事してただけですから。考え事ですか？大したことじゃなくて、自分の気持ちがどうなのかってことですから、あんまり気にしなくていいですよ。そう言われると、余計に心配になるんですが。確かにそうですけど、今回は本当に大したことじゃないですから。次の授業は移動でしたよね。俺はサナエさんにそう言い、次の授業に必要なものを持ち、サナエさんと一緒に移動する。そんなに心配そうな顔をしないでくださいよ。今回は本当に何でもないんですから。本当にですか？そうだとしても長月くんは誰かに相談しなさすぎですよ。私や霊夢さん、それこそマリサさんに相談しないのはなんでなんですか？いや、俺は結構相談してる方ですよ。相談されてたら私もこんなこと言わないですよ。そう言われましても。長月くん。あ、話をしながら歩いてたのが悪いのか、俺は歩き晴れたはずの場所にある階段を踏み外してしまった。そして俺はバランスを崩し、階段を転げ落ちる。長月くん、長月くん。心配そうに俺の名前を呼ぶサナエさんの声を最後に、俺の意識は途切れた。頭痛い。お、やっと起きたかね、ボスケ。ああ、マリサか。なんで俺保健室いるんだっけ？それはお前がよそ見してて階段から落ちたから。だから頭が痛いのか。ああ、なんか頭打ったらしいな。まあ、こうして起きて私と喋ってるから大した問題はなさそうだけど。問題はなさそう。かな？でも、念のために早退して病院に行けって先生が。わかった。そうしとく。ああ、早退するにしろ一回教室に戻らないと。荷物とかはサナエが持ってきてくれてたぞ。今は霊夢に電話してるけど。そんな顔してどうかしたのか？いや、なんでサナエさんがここにいるんだ？それになんでサナエさんのことをマリサが知ってるんだ？霊夢って、誰？は？何下手な冗談言ってるんだよ。病院に行って診断されたのは、軽度の記憶喪失。頭を強く打ったのが原因らしい。ただ、記憶喪失といっても、記憶が全てないわけじゃなく、ここ1、2ヶ月の記憶だけが綺麗になくなっているらしい。本当に記憶喪失なの？何かの冗談とかじゃないの？私も最初は長月くんとマリサさんが一緒にふざけてるんだと思いましたけど、お医者さんにもそう診断されましたから。なんというかこの自分の家に異性が二人もいる違和感。っていうか、うちの両親はなんでこの状況を了承してるんだ？あの親なら面白そうって言ってそうだな。ねえ、千秋。本当に私のこと覚えてないの？え？ああ、はい。霊夢って名前くらいしか知らないですね。それも別に俺が覚えてたわけじゃなくて、サナエさんとかマリサがそう呼んでてあなたの名前がそうなんだなって思ったってだけですけど。じゃあ、本当に何も覚えてないのね。申し訳ないですけど。いい名付けとか恋人とかも。まあ、はい。俺にいい名付けや恋人がいるんですか？霊夢さん、その言い方は勘違いしちゃうんじゃ。勘違いなんですか？ああ、長月くんにいい名付けも恋人もいるにはいるんですけど。サナエ、それ以上言わなくていいから。
なんでですか？いろいろ忘れられてムカついたから。そういい、霊夢という少女はリビングから出てどこかに行ってしまった。ああ、もう。霊夢さんもこんな時にそんなこと言わないでくださいよ。あの、サナエさん。俺に恋人や許嫁がいるっていうのは本当なんですか？俺の記憶だと。って言ってもサナエさんからすると1、2ヶ月前の記憶になりますけど、その時の俺には許嫁も、ましてや恋人なんていなかったんですけど。本当ですよ。ただ、ちょっと訳ありですけど。それじゃあ、今日は私が夜ご飯作るので長月くんはゆっくりしていてください。あ、ありがとうございます。俺はとりあえず、サナエさんの言葉に甘えることにし、自分の部屋に向かった。俺の部屋は変わって、ないみたいだな。自分の部屋がいつも通りなことに安心した俺はベッドに寝転がる。俺に許嫁か。まあ、普通に考えるとサナエさんか。親同士も仕事とか集まりで面識もあるし。でも、そうなるとあの霊夢って人が俺の恋人なのか？俺には実感も記憶もないけど、あの怒りようはそうなのかもな。そんなことを考えていると、ドアがノックされるのであった。